こんにちは、速解塾の久保です。そうですね、動画のネタって、まあ、いわゆる雑談と言えるものでもあると思うんですけども、ネタは無限に存在します。確かにね、例えば自分の体調不良をちょっと話してみたりとか、腰が痛いんだけどもどういうふうにそれに、対抗してるかとかね、どういうふうに治そうとしてるかとか、自分のダイエット方法とか成功体験、失敗体験、例えばね、60代で私が語るとしたら、60代までにやっとけばよかったなーっていうことをね、例えば10個に並べて話してみるとか、60代までにやっておくべきこととかね、やらないと60歳過ぎて後悔すること10選とかっていうのをやると、なかなか面白いんじゃないかなと。例えば40代50代の人が今のうちにやっとこうとか思うかもしれませんし、60代以上の方が、あ、分かるわその気持ち、いやいやでも俺はこうだよみたいなのがあったりとかね、いや10個じゃなくて30個ぐらいあるよみたいな形が感じれる方がいらっしゃったりとか、コメントもつくのかなと思うんですよ。そういった雑談まがいな真剣な話っていうのはね、なかなか YouTube では受けるんじゃないかなと思います。あとはね、亡くなった方っていると思うんですよ。知り合いが何人かいて、その中でもうね、先に亡くなってしまった方とかいらっしゃると思うんですよね。例えば自分の家族、両親とか、それから親戚とか、お友達とか、古い知り合いとかね、そういった方が多分ね、人生生きてくると何人かお亡くなりになってると思うんですよ。で、その方と対話するとしたらどんなことを話すみたいなことで、独り言をペラペラ喋ってもいいと思いますし、気まずく別れて喧嘩別れしちゃった人と、もしね、仲直りするとしたらどういうふうな言葉をかけてもらう、あげれるかなとかね、さまざま考えれると思うんですよね。まあ、そこまで、ファンタジーなことを言わなくても、例えばね、そのどっか広告を持ってきてね、新聞の広告とか、あとジャパネット高田のこう、あれですよ、カタログを持ってきて、ペラペラとこうめくりながら、あ、これいいなと、この例えば羽毛布団が手に入ったら、今使ってる布団はもう捨ててしまってね、この布団で安らかに眠るのになみたいなことを言ったりとか、これ欲しい動画っていうのはいいですよね。よくね、レビュー動画ってありますよね。買い物をして、その買ってきたものを、これはですねって語るやつとかね、これはですねって語るやつとか。でもお金がなくて買えない人っていると思うんですよ。いや、そうは言ってもレビューのためにお金使うのってちょっと、あ、危なくないみたいなね、お金すぐなくなっちゃうよって方は、別に買わずにカタログ見ながら、これがあったらこういう風に使うんだけどねとかね、これはこういうところが、あ、いいんだ、で値段がこれなんだ、色はこれとこれとこれがあるんだみたいな感じで、カタログを見て一つ一つの商品について妄想を語るみたいなね、そしたら無限に動画できると思うんですよ。なかなか面白いんじゃないですか。これも買ってもないのにレビューするみたいなね、まあ以前吉谷さんも言われてましたけども、こういう風な形でね、動画ってたくさん作っていけばいいんじゃないかなと思います。まあそうじゃないにしても、例えば明日のことをね、想像してみるとか、これから自分の人生はどうなっちゃうのかとか、自分にとって何があったら幸せなのか、何がないから幸せを感じられないのか、そういったこととかね。あと、そう、妄想シリーズもあります。例えば今目の前にポーンと100万円がありました。自由に使っていいですってことになると、何を買うとかね、でいくらぐらい貯めておくとか、で今日とりあえずどんなご飯にしますみたいなね、普段と変わらないよって方もいると思いますし、吉野家に行っておしんこを今日は注文しちゃおうかなみたいなね、ちょっとした贅沢に走る人もいると思いますし、いやビールをね、一ケース久々に買いましたみたいな方もいると思いますしね、100万円をどっかに寄付するみたいなことがあるかもしれませんよね。そういうふうな、何々だったらどうするみたいな妄想シリーズで、なんかね、パート1パート2って作っていくのもなかなか面白いんじゃないかなと思いますよね。動画のネタに困った方、今回の私の動画でなんかね、動機に、きっかけに、気づきになったんではないかなと思いますけど、いかがでしょうか。それではいってらっしゃい。